にちは。11月18日週刊仮想通貨ニュース3つ目です。はい、今回ですね、仮想通貨界隈の動きからやっていきましょう。スウェル2019終わりました。ほう、あれ呼ばれてないけど、うん、まだまだ僕たちシンガポールに行く準備してたんですけどまだまだ僕たちやったみたいですね、呼ばれるように頑張りましょうではですね、その辺の具体的な話に入る前にですね、まだの方を初めて見ていただいた方をぜひチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。こちらからできます。今13万人ちょっと超えたぐらいなんですけど、もっともっと上目指してますので、チャンネル登録まだの方お願いいたします。お願いします。ここです、7日から始まったんですけれども、はい、最大開幕からですね 20% ぐらいダウンしました。あ、まあ予想通りと言います。暴落っちゃ暴落ですね、まあ例年そうなんですけれども、はい、ただ一応今年のスエルもいいことはいっぱいでした。おう、うん、リプルネット加入企業が300社超え、はい、取引数も急激に増加。おうおう、2019はベストイヤーになったと言えるほど成長したっていう風に XRP のリプルの中の人は言ってます、はい、ただもうセルザファクトですね、うん、噂で上げて事実売りみたいな流れがもうまんま起こったのかなということですね、はい、まあ、いろいろいいことあったんですけれども、細かいんでもう説明はしません、はい、うんうん、で結局ジャスティン・ビーバー来たんですか。いや来てないよなんか来るとか言うんだ。いや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 、あれやん、インスタグラムで動画アップした時どの YouTuber さんが言ったんですか。 YouTuber の話全然流れてないですね。うん、 YouTube ちゃんと調べてみたらいろんな YouTuber がやってるかもしれないですね。あ、なるほど。前のインド準備銀行の人が来てましたよ、うん、偉いさん。前のインド中のインドの中央銀行の一番偉いさんが来てました、はい、あんまりなんかピンとこないジャスティン・ビーバーほど有名じゃないですそりゃそうそりゃそうだ。じゃあ来年のスウェルはね、神尾 TV を呼んでもらうようにぜひ呼んでください登壇しなくていいんで、呼んでくれるだけでいいんでイーサリアムにアップデート。はい、お、これはちょっと期待できるかもしれないな。今 BTC どんどん下げていってるけどね。はい、大型アップグレードイスタンブールです。うん、がイーサリアムですけれども、冷やしですけれども、ここからですね、ここら辺1ヶ月後の12月4日はい、に行われるというふうに発表されてます。お、まあ、スケーラビリティですね、でかさ、サイズのでかさ、うん、まあ、取引の時の取引のしやすさね、いっぱい取引が集まった時のね、はい、遅延とか手数料高騰とかそういうものを対策したものですね、うんうんうん、でイーサリアム 2.0 に向けた最終アップデートなんです。そうですね、うん、ちょっとこのコーナー始まってからずっと言ってたやつの最終段階。最終段階ですね、うん、でそれがですね、もうこういう風になぎってますから、うん、イーサリアムもかなりね、もしかしてこの1ヶ月ぐらいでアップしていくかもしれないということです、はい、ちなみにですね、このイスタンブールの前段階のコンスタンティノブルっていうやつが3月1日にあったんですけれども、うん、3月どうなったかっていうとですね、3月1日はもう下がってます、はい、うん、ここら辺ですね、うん、なんですけれども3週間前の2月8日からですね、はい、ガガガガンって上げてって、うん、最大でこれ 62% いったんですね。お、うん、ここからここまでですけれども、はい、もう1週間前ぐらいにはもうグツゴーンと落ちてるということで、うん、またですね、今回もそういう 1.6 倍ですよ、1.5 倍とかには普通になるかもしれないなっていうふうに、つまりですね、ここら辺ですね、220とか、うんうんうん、この200日の移動平均線ぐらいまではズワーンって上げていくかもしれないなっていうふうに考えてもいいかなと思いますね。まあ、これも噂で変わって事実で売られたって感じですね。そう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 、うん、いつもそうです仮想通貨だけじゃないですよ、うん、株とかでも一緒です、うんうんうん、そんなもんなんですよみんな一応ね、うん、10月16日やったんです最初、イスタンブールっていうのは、はいはいはい、10月16日から11月ぐらいに延期されたんですね、うん、はい、でまた延期されて12月4日になってるんで、うん、もしかして来年になる可能性がありますよねあ、なるほど。そういうのは注意しつつ、うんうん、イーサリアムの情報のアップデートに気をつけつつですね、まあ、ちょっとずつ買いに入っていくのは良しかなと思いますね、はい、押し目これつけてんじゃないかな、この水平ラインでですねサポートされたら入っていくとかね、うんうんうん、まあ、そういうシナリオを自分で立てて下がってきたらここでじゃあ押し目つけたのかもしれない、帰ってみようとかいうのはありかなと思いますね、はい、一応上見てこれもトレードしてったらいいんじゃないかと思います。ビットコインも上見てるんでね、うん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 、ぜひイーサリアム 3.0 に行くときは大阪の都市名つけてほしいですね。いやいやいや大阪の都市名って大阪自体が都市やねん。コンスタンティノープルとかイスタンブルってトルコの都市じゃないですか、はい、大阪の都市天王寺とか、いやいや心斎橋とか
っちゃいよちっちゃい歴史的にあれよ歴史的に天満橋とか天満橋好きやなね尼崎とか、うん、いいねいいねちょっともう兵庫県行ってもらったけど三宮とかもうこうなあの神戸行ってるやん次です、はい、Facebook Pay 開始おう、うん、12日ですね、うん、Facebook Pay を週内に始めるというふうに Facebook が発表しました、はい、もう今週中にも始めるっていう早いなあれリブラはリブラはリブラはっていうことなんですけどこの Facebook Pay がですね、うん、割とこのすごくてですねこういう風にメッセンジャーですね、うん、メッセンジャーとかでこういう Pay が入ってまして、はい、ピシピシってやるとですね払えちゃうとほうほうほうでこれカードが紐付いてるんですよね、うん、Facebook のマーケットプレイスもあるらしくて、うんまあ、中古品売買ですね、はい、そういうところでも使えるっていうことです、うん、でこれからですね Instagram も Facebook の会社ですし、うん、WhatsApp も Facebook の会社ですからそこにも順次対応していく、はい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 地域もまずはアメリカ国内だけどそれも広げていくということでクレジットカードもやるしストライプもやるしペイパルもやるし、はい、連携を広げていくっていうことでリブラやらんとこっちやってたらよかったよみたいなねいや本当はそこは全部リブラやりたかったんでしょ、うん、そう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 だからまずは規制に引っかからないところも調べ尽くして分かってるんで Facebook もね、はい、それをFacebook Pay でやってしまおうとでそっからそれにリブラが追いついてきていろいろクリアしたらリブラを乗っけていくっていうような流れなのかなと思いますね、はいはいはい、リブラも進んでます、うん、かなり進んでます開発状況が発表されてますね15日こんな感じであの開発状況がなんかいろいろ良さそうでしょ全然わかんねえ呼んでくださいどっかの銀行かなんか偉いさんはリブラ最悪の通貨だとかバッサリ切ってましたけどねあまあいいんですよなお呼びらしいといいんですよそんなことです金融庁ビットコインの投資信託禁止はいお金融庁はですね日本ですね日本ですね、うん、仮想通貨の規制を強化するとはいうん、投資信託の販売そして作ることをですね禁止するルールを作るということですね、はい、しかも2019年中あと2ヶ月でうーん仮想通貨の取引のインフラがまだ整ってないとして投資の投資対象から外すってことですねはい、まあ、新興国通貨とかで組んでいる投資とかもあるんですけれどもリスクの高いやつそれとはまた別やと、うんうんうん、仮想通貨仮想通貨自体が危ないじゃないかというような感じで、まあ、元議員さんのですね藤巻さんはこんな感じでね、うんうん、投資は外形基準だから仮想通貨 20% の減免分減免分分離課税の無知だと思ったけどもこれで数年他国に遅れを取るわという感じでツイートされてますね、はい、まさにその通りかなとは思いますね、うんうんまあ、ここにね金融庁に対して戦っていく議員さんもおらんでしょうまあまあまあね、うん、いうことですね戦うにお金いるしねそうですね本気でやらなきゃしないもんね金融庁なんか相手にしたらねできるだけ相手にしたくないと思いますねということで、うん、日本はちょっと盛り下がるかなねえ昔は日本がビットコインのトップだったんですかね、トップそうですよ分かんない今でも割と世界から見たらいい国なんかもしれんけどどうなんかな、うん、分かんないです、うん、なんか藤巻さんみたいなさんみたいな原因さんが現れてほしいですねということで、はい、今回長くなりましたけれども仮想通貨のニュースをダダダッと2週間分のニュースをねダダダッとお伝えしましたはいではですね次回来週以降もですねビットコインのチャート分析そして仮想通貨会話のいろんなニュースをお届けしていきたいと思いますのでぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたしますメルマガと LINE やとも登録お願いします熱いひねボタン高評価ボタンもよろしくお願いいたしますこの動画は YouTube でいろんな方に見ていただきますのでこの仮想通貨の魅力というものを多くの方に届けることができますのでぜひ皆さんの時間をお貸しくださいあと動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので文章の方でも復習してみてくださいそれでは今回も見ていただきましてありがとうございましたどうしたの全然今メルマガトライアート出てこない2週間経ったな何やったっけ何に登録してほしいんやったっけってなった多いやな、ね、やだ潜在意識的には混ざってまうかな狭いこれ1ヶ月空いたらもうめっちゃ大変なものじゃない
みんな、いや、3人とも言うじゃないか、来る日忘れてるあれ、今日は良かったです継続は大事だよそうですね